海上自衛隊磁気最上型の全容を入手したよ。三菱の悪魔的な建造スピードに中国も驚くほどだね。次は海外輸出を念頭に、建造計画が進み出すらしいな。今回は磁気 FFMAAW の性能を詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年11月7日から9日までオーストラリアのシドニーにある ICY シドニーで開催されたインドパシフィック2023に、現在防衛装備庁と三菱重工業が開発を進めている FFM に代わる、次世代主力護衛艦となる新型の水上戦闘艦 FFWAAW の模型展示を実施したよ。インドパシフィックはインド太平洋地域における最大規模の展示会の一つで、自衛隊で運用する装備品の魅力や、高い技術力を官民一体となって広く発信し、諸外国との防衛装備技術協力を推進することを目的として、今回は防衛装備庁と三菱重工との共催でブースを出展したもので、新型水上戦闘艦 FFWAAW の輸出を視野に置いた展示参加として注目されているな。海上自衛隊に現在配備が進められている FFM は、これまで海上自衛隊には配備されていなかったフリゲートを表す、カンタネ記号 FF に、多目的に対応する多機能性マルチパーパスとキライマインの M を足したもので、現在は1番艦モガミ2番艦クマの3番艦の白4番艦ミクマまでが収益して配備され、6番艦アガの7番艦ニヨド8番艦ユーベツが浸水して偽装中であり、さらに9番艦と10番艦の建造が竣工されているね。モガミ型護衛艦は基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル。最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルの艦隊で、機関方式はディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式で、MT30 ガスタービンエンジンが1機と、MAN 車 12V2833DSTC ディーゼルエンジンが2機によって7万馬力を発揮し、2軸のスクリュープロペラで最大速力30ノットでの航行が可能なんだって。また乗組員は約90名と少なくこれまでの同クラスの護衛艦の3分の2から半分程度の人員で送還が可能であり、このことで慢性的な人員不足に悩む海上自衛隊が必要な護衛艦数を確保することができるぜ。搭載される兵装は、62口径5インチ砲127ミリ単装砲外機器に国産日本製鋼所製の、遠隔操作式無人銃か RWS が2機搭載され、そこには 12.7 ミリ機関銃が装備されているみたい。また、航空機は SH-60 軽哨戒ヘリコプター1機が搭載可能だぜ。股間の対空兵器として近接防空ミサイルシーラム11連装発射機1機が搭載され、対水上艦攻撃用には対艦誘導弾1と7式艦対艦ミサイル SSM-4 連装発射等2機、潜水艦攻撃用として、324mm3 連装単魚雷発射艦2機が搭載されているほか、対空対艦対戦攻撃用ミサイルいずれにも対応可能な、MK-41 垂直発射装置 VLS-16 セル1機の搭載が計画されているものの、それに搭載するミサイルの種類に検討が必要とされたことと、世界的な半導体不足などの影響を受けて VLS や関連する機器の納入が遅れていることなどから、現時点では8番艦ユーベツまで後日装備とされていて、VLS 搭載後には中距離対空ミサイルや、丸7式垂直発射魚雷投射ロケット7 VLA などの運用が予定されていると見られているな。また、FFM の M を意味する機雷船には、対機雷船ソナーシステム OQ-91 が搭載されるほか、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV などが搭載され、これまで掃海艇が担当していた、機雷掃海も担うことになるほか、簡易型機雷敷設装置を搭載され機雷の敷設も行えるようになったらしい。さらに電子戦にも対応可能で、NOLQ3E 電波探知妨害装置が搭載されているようだ。このモガミ型は当初計画では22隻の建造が計画されていたが、当時は三菱重工業が主契約者として、
自社の長崎造船所で建造していたほか、三井 E&S 造船を下請負者として同社の玉野幹線工場で建造を担っていたものの、三井 E&S 造船が艦艇造船事業を三菱重工へ譲渡したことに伴い、すべての FFM が三菱重工グループで建造していたんだけど、そこに三菱重工業が FFMAAW の建造を担当することになったため、最上潟護衛艦は12隻を持って建造を終えることになったよ。次世代護衛艦となる FFMAAW の AAW とはアンティエアウォーフェア対空戦を意味していて、この新型護衛艦では搭載される兵装は最上潟とほぼ同様になると見られているんだけど、VLS のセル数が最上潟の16セルから32セルと倍増されることが明らかにされており、そこに中射程艦対空ミサイルを搭載することによって、敵戦闘機から発射される空対艦巡航ミサイルや、地上発射型の地対艦巡航ミサイルなどを遠距離から迎撃する能力が高まり、最上潟護衛艦では不足しているとの指摘があった対空戦闘能力が強化されることになるんだ。また FFMAAW は最上潟に比べて基準排水量や全長が増加していて、基準排水量は最上潟の3900トンから、4880トン前後に増加となり、全長も 133.0 メートルから約142メートルとされていて、これまでの汎用護衛艦 DD のサイズを上回る大型化が図られ、このことにより航続距離の延伸や、乗組員の居住性と耐候性などの向上が期待されて様々な任務に対応できるようになるとされているぜ。そして最上潟と同様に、レーダー反射断面積 RCS を低減するために船体はステルスの高い形状や、マストのデザインとなっていて、特に最上潟の外観上の特徴でもあるユニコーンの角のような形のマストは、レーダー波を散乱させるだけでなく電子線や通信などの機能を備えているらしい。防衛省ではこの FFMAAW を最上潟に変えて12隻の建造を計画していて、最上潟が1年間に2隻建造されていたペースよりも早く、2024年度からの5年間で12隻を建造することになっており、2025年度予算の概算要求で FFMAAW2 隻の建造費1474億円が計上されたんだ。ところで防衛省は2023年6月、最上潟護衛艦2番艦の熊野を約2ヶ月の前インド太平洋方面派遣任務につけて、海上自衛隊の技量の向上と相互理解の増進、信頼関係と連携の強化を図るとして、フランス海軍インドネシア海軍などとの共同訓練を実施させたほか、シンガポールマレーシアインドネシアに寄港させて各国海軍との意見交換や友好親善訓練をも図ったよ。しかし、この長期派遣には別の目的もあったとして軍事専門家などが指摘していて、それは最上潟護衛艦の設計ベースとなった、30FFM をインド太平洋地域各国に売り込むためのセールスプロモーションという側面があったらしい。その根拠として防衛省では熊野を、シンガポールでは5月4日に開催された、国際海洋防衛装備品展示会 IMDEX アジア2023へ参加させたほか、マレーシアでも5月30日にランカウイ島で開催されたランカウイ国際海洋航空宇宙装備品展示会へ参加させて、インド太平洋地域各国の海軍関係者が多数集まるこれらのイベントでの売り込みを図ったとされているな。また最上潟を建造している三菱重工業もまた、日本の防衛セキュリティ装備の展示会である DSEI ジャパンなどで、30FFM の模型展示などを行っているほか、防衛装備品の輸出を司る防衛装備庁も2022年12月にベトナムの首都ハノイで開催された、防衛装備展示会のベトナム国際ディフェンスエクスポにおいて、30FFM のプロモーションビデオを放映して、ペーパークラフトを配布するなどの活動をしていたぜ。そして、これらの展示会におけるプロモーションはそれぞれ反響があったとされ、熊野が5月9日から11日まで、インドネシアの北ジャカルタにある単純プリオク港に寄港した際の話として、菅基地に寄港した後に艦長の桜井敦氏に東海佐が、最上潟 30FFM の優れた先進性技術力消費とか対応について紹介し、理解を得られたと述べているね。しかしながら、
防衛装備移転三原則が整備され防衛装備品の輸出への道筋ができたとはいえ、30FFM の完成品を輸出するには様々なハードルがあって困難が予想されることから、日本政府は現時点ではユニコーンと呼ばれる電波アンテナが統合されたマストの輸出を進めていると見られているぜ。海外に兵器を輸出した経験がない日本は技術的には十分競争力があり、法的な制約が小さいユニコーンのような新技術の輸出は現実的との声が多く聞かれ、将来的に防衛装備品輸出を拡大させるための最初の一歩としては適切とする見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。鹿児島県種子島の西に浮かぶ無人島の馬毛島に、航空自衛隊の基地建設が始まって1年経過したよ。滑走路を造成して島全体を航空基地にする工事が順調に進められているようだな。今回は出雲加賀経由、入港について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2023年1月12日付鹿児島の南日本新聞社が、航空機から基地建設工事が進む様子を取材した記事を写真とともに掲載したよ。森林伐採や造成が進み、作業用らしき未舗装道が全域に張り巡らされている。あらゆるところで重機が稼働中。海沿いは大型専用の仮設桟橋が岸壁から沖へ伸び、内陸部にも建物が立ち並んでいたということだったんだ。道東における基地建設が本格的に進められていると伝えているね。防衛省は2021年8月6日、アメリカ海軍の空母艦載機の訓練及び航空自衛隊機が訓練を行う飛行場を持つ基地を建設するとして、鹿児島県西之表市の馬毛島を選定したんだ。それに合わせて、道東に整備される港湾施設など基地施設のイメージ図を公表したぜ。馬毛島は大隅諸島に属し、ロケット発射基地として有名な種子島の西方 12km に浮かぶ面積 8.2 平方 km で周囲 16.5km。島のほとんどが低地で平らな無人島だな。2005年平成17年の国勢調査ではかつて馬毛島を所有していたタストンエアポート社当時は馬毛島開発の従業員15人が住民として登録されていたので、その時は有人島扱いになっていたようだね。島の位置や形状から2007年頃より、横須賀基地駐留のアメリカ海軍第7艦隊の原子力空母が横須賀基地に帰投した際の、艦載機の陸上空母艦載機離発着訓練 FCLP の候補地として注目されていたんだ。その後、2010年平成22年に防衛省が馬毛島を自衛隊施設として使用すると決定。滑走路整備による航空基地だけでなく上陸演習場や事前集積拠点としても利用する以外にも、災害派遣時の物資集積場として使用する計画を立案、種子島などにでは地元説明会を開いていたよ。しかし馬毛島では2011年平成23年に馬毛島開発オーナー一族でトラブルが発生。その他にも滑走路建設などが原因の数々のトラブルも発生したぜ。そのせいで計画が危ぶまれていたが、日本政府はアメリカ海軍の FCLP 訓練の候補地として2+2の公文書に表記。2018年には防衛省が馬毛島を海事空事用守る隊の拠点として活用する方針を発表。2019年タストンエアポート社との間で売買契約が成立したため、基地建設計画が進められているというわけだ。南日本新聞記事によると、基地本体の着工から1月12日までの1年で建物や施設も増えたため、まるで基地のための町が出現したようだと言っているね。馬毛島の中央部には建物が10棟以上密集し、宿舎の発電機や重機用とみられる燃料タンクやコンクリートプラントもなども確認され、基地建設工事が開始前からあったタストンエアポート社が建設したとされていた島の東西南北を十字に貫いていた2本の滑走路らしきものは、痕跡すらも全く認められなかったということだよ。防衛省の計画では基地滑走路は2本、島の北北西から南南東にかけての長さ2450メートルの主滑走路と1830メートルの横風用滑走路なんだ。この2本がくの字の形に交わるように設計されていて、
滑走路地区の工事は2024年9月頃には完了見込みとなっているんだけど、現時点では全体像はまだ認められないね。防衛省の馬毛島基地イメージ図では、島の東側の海岸線に3本の桟橋など幹線係留施設の設置が予定されているな。こういった桟橋は現在空母化改修工事が進められている出雲型護衛艦。基準排水量19,950トン、全長248メートル、全幅38メートルの接岸入港を可能にするものだぜ。係留施設として桟橋のほか、防波堤や小波堤なども建設される予定で、馬毛島に大量の物資や人員、燃料などを搬入するためには必要不可欠なもので、桟橋は沖合1300ムまで伸ばす予定らしい。馬毛島基地のイメージ図には滑走路に沿って点在する駐機場スペース、整備などのための関連施設や管制塔などの飛行場支援施設が書かれているよ。他にも基地要員などの生活スペースを含む訓練関連施設や、航空機格納庫に燃料庫や弾薬庫、桟橋から揚陸した物資を収容する施設などが配置されているんだ。横須賀を母港とするアメリカ海軍第7艦隊の空母ロナルド・レーガンは乗組員の休養や補給整備のため、年間数ヶ月は横須賀に寄港することになっているみたい。その間、艦載機パイロットは空母からの離発着ができません。その代わりというか、アメリカ海軍ではパイロット空母着艦資格維持のため、陸上の飛行場での FCLP 実施が義務付けられているから、平時においてはおおむね年に1回もしくは2回、5月か8月に実施されるのが通常であり、訓練1回につき12時間ほどの期間で、昼夜の区別なく行われることになっているんだって。この FCLP は空母が出航する直前に集中して行われていて、陸上の滑走路を空母飛行甲板に見立ててタッチ&ゴーを繰り返すものだが、夜間離着陸訓練 NLP では騒音問題が発生しやすいのは予測できるよな。日本での FCLP は当初、横須賀を母港とする第7艦隊の空母艦載機が厚木基地を陸上基地にしていたため、横田基地なども併用して実施されていたが、両基地とも市街地が近くにあるため、騒音問題が絶えなかったわけだ。それで1991年平成3年8月からは横須賀から南に遠く離れた小笠原諸島の硫黄島基地で実施されるようになっていたわけだね。しかし、厚木基地から硫黄島基地までは距離約 1000km で、長距離飛行のせいでパイロットは疲労するし、航空機は疲弊、大量の燃料消費などアメリカ軍は経費増大を不満として、2017年平成29年に空母艦載機が山口県岩国基地に移転してから、岩国基地に近い代替地での FCLP 実施を要望していたわけだ。でもアメリカ軍の経費って日本も分担させられているんだよね。太平洋戦争激戦地だった硫黄島は距離が遠いだけでなく、今も火山活動が活発だから、その点の不安も理由にされているんだろうね。アメリカ海軍は岩国基地から近い馬毛島での FCLP は歓迎しているらしい。馬毛島の基地建設については、一部の市民などが反対を表明していて、馬毛島を管轄する種子島の西の表市では2021年1月に実施された市長選挙で基地整備に反対する候補が144票差で当選したため、今後の計画推進を懸念する声があるみたい。ただし西の漁師議会は自衛隊施設誘致賛成の姿勢を示していて、今後については市長と反対派市議の動きが注目されているだが、種子島島の3市町村のうち、西の表市以外の中種町と南種町では町も町議会も自衛隊施設整備に賛成しているらしい。防衛省は海上航空陸上自衛隊それぞれに馬毛島での訓練を計画し、常に150から200名の隊員を駐在させる予定にしているね。種子島には宿舎を建設し、その家族も居住させることになり、馬毛島島内には施設保守管理に必要な最低限の隊員以外、基地隊員は種子島宿舎から定期船などで馬毛島に通勤する予定にしているんだ。ということは、過疎が進む種子島で1000人近くの若い世代人口が増えることになるから、地元では地域の活性化つながると歓迎する声も多いと見られるな。さらに基地や宿舎で必要な食料品や生活必需品などを地元で購入すると期待されるため、
種ヶ島島内の経済活性化に大きく貢献するとも予想している向きもあるらしい。反対の声が一部にあるとはいえ、種ヶ島島民の総意としては自衛隊施設整備を歓迎する空気が強いとみなされているみたい。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2022年11月中旬、日本の大手マスディアの複数社が航空自衛隊が現在運用中の F2 戦闘機の代替機について、本年末までに日本とイギリスとイタリアの3家国による共同開発の契約が正式に公表される見通しだと報じたよ。いよいよ現時点では2022年も残り1ヶ月余りとなり、その正式な発表の報道を待つ形に変化は見られないが、日本がイギリスとイタリアをパートナーに選択することには少なからぬ課題が残されていると見る向きも多いようだな。さて今回は日本がイギリスと協力し、次期戦闘機開発を進めている件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。太平洋戦争での敗北以後、日本の自衛隊の装備する兵器の中でも特に戦闘機という分野においては、アメリカの影響下から離脱して独自路線を追求した過去はなく、その有効性に疑義を投げかける声は少なくないんだ。ただしそうした見方は多くとも、かつての F2 戦闘機の時点のようにその開発をあまねく国産で実施しようというような主張は見られず、さすがに今の時代に世界レベルの機体を日本が独自に作り上げるべきとする考えは見られなくなったな。とはいえ航空自衛隊の次期戦闘機開発に際しては、実証実験機の通称新進が存在し、これが機体の規模的にははるかに小型であるとしても、一応のステルス性能を自前で用意できたことは今一度思い起こすべきだろう。また IHI 社は試作機ながら XF9 エンジンを防衛装備庁に納入した経緯があり、同エンジンは水力やタービン付近の耐熱性に関しては、今の戦闘機に求められる水準を十分にクリアする数値を示していたことも記憶には新しいぜ。こうした機体そのもののステルス性能や、搭載するエンジン等の戦闘機開発に必須である数量な要素のいくつかの分野においては、日本が純国産化を行い得る可能性を感じさせていただけに少し残念な感覚も残るよね。ただしこうした要素技術ごとに多少機体を感じさせる部分が見受けられたとしても、トータルな戦闘機として世界レベルで通用する機体の完成には至らないのだろうと逆に実感させられたとも言え、その目はほぼなくなったと言えるんじゃないかな。それでも日本側としてはこれまでの経緯の中で得られた技術を集結し、日本の防衛産業のオスタル三菱重工業者にプロジェクトを統括させ、その傘下に各分野の国産メーカーを置く布陣で次期戦闘機開発を迎えると目されていたんだ。そこに今の西側諸国の第5世代戦闘機としては唯一の選択肢となっている F-35 ライトニング2。これを要するアメリカのロッキード・マーチン社の技術支援を仰ぎ、次世代戦闘機の開発を進める形が最も手堅いとみなされてきたってわけ。そうした動きは戦闘機に止まらず、戦後大半の兵器システムをアメリカに準じたもので揃えている自衛隊にとってはリスクの少ない方法であり、両国の軍事的な連携を図る上でも必然と言える流れだったと思えるよ。しかし当のアメリカやロッキード・マーチン社は、航空自衛隊が推進している次期戦闘機について、自国内で行っている NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスとのギャップが大きすぎると判断したと言われているな。アメリカ側としては航空自衛隊が開発を進めようとしている次世代戦闘機の能力は、すでに F-22 ラプターや F-35 ライトニング2で実現しているいわゆる第5世代戦闘機の延長線上にあると捉えており、関与するメリットを感じなかったとの見方も多いぜ。今でも多数の西側諸国に対してアメリカは、いわゆる第5世代機の F-35 ライトニング2や、それ以前の 4.5 世代機とも言われる F-16 ファイティングファルコンの最新型の V 型などを多数供給している現実から、日本の次世代戦闘機の数など少なすぎるんだろう。現在までに日本の航空自衛隊が生産を行った F2 戦闘機の総数は試作機も全て含めて98機であり、次世代戦闘機もこれらを全て代替する計画とはいえ、
ほぼ同数の90機前後を調達する計画となると考えられているね。前述した F-16 ファイティングファルコンはこれまでの累計で5000機を超す生産数となることが見込まれており、これに比すれば日本の次世代戦闘機の数などわずか 2% にも満たない少なさであることは事実ってわけ。こうしたボリュームという工業製品の生産にあたっての効率化という側面から見た場合の重要な点に加えて、アメリカは NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスにて新たな概念を模索していることも影響していると思われるよ。未だアメリカ側から具体的な NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスの開発状況は発表されてはいないもの。現時点で最新鋭の戦闘機タル F-35 ライトニング2を含め、その位置づけは大きく変化すると目されているな。最も大きな違いとしては、近年の F-16 ファイティングファルコンや F-15 イーグル等の当初はいわゆる第4世代と言われた戦闘機たちが、搭載するアビオニクスや並走システムの換装によって近代化を進めるような手法は採用しないとされる点だぜ。今やこうした戦闘機たちは繰り返される近代化改修によって、リリース時とは比較にならない能力の向上を続けてはいるものの、40年以上にもなる長期的なスパンで運用を行うことはメンテナンスコストを膨大に増加させているってわけだ。そのためアメリカでは NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスについては、もっと短いスパンで新型機と入れ替えを行うことを前提としメンテナンスコストを低減させることで、トータルのコストを下げる手法を目標にしているとされるね。こうした戦闘機開発をめぐるコンセプトの一大転換をアメリカは期としていると考えて良さそうだけど、現行の F-35 ライトニング2を見ても電子機器の絶えざるアップデートで能力の向上を行っている状態を本当に覆せるのかは未知数なんだ。アメリカ側では軍の高官がすでに NGAD ニュージェネレーションエアドミナンスは、初飛行を終えているとコメントは言っているものの、視覚的にこれを裏付けるエビデンスは出されておらず、判断はできかねるよな。さて日本の次世代戦闘機開発に話を戻せば、日本が今の時代に一国で純国産の戦闘機を手掛けるよりもリスクは少なく済むとは思えるが、アメリカのロッキード・マーチン社等からの技術支援と比較して有効なのかはまだ不透明だろうね。イギリスでは BAE システムズ社を中核とするテンペスト計画を先行させてはいるが、同社はドイツ、イタリア、スペインの4カ国で開発されたユーロファイタータイフーンの実績を持つけど、同機はいわゆる第4世代戦闘機だから。そのため巷では第6世代戦闘機に該当すると言われてきたテンペスト計画は当然未知の領域であり、その開発もこれまでのところでは順調というよりも、むしろ難航していたというのが進捗を表する正直な感想だな。このテンペスト計画には BAE システムズ社以外にも、機関部にはロールスロイス社、レーダセンサ類にはイタリアのレオナルド社のイギリス法人が参画するなど、ヨーロッパを代表するプロジェクトであることは間違いないぜ。現時点では日本の次世代戦闘機の開発が、このテンペスト計画の一部として統合されることになるのかも含め未確定事項が多いが、おおむねイギリスサイドでは日本と戦闘機開発との協業を歓迎する雰囲気が統一しているってわけだ。しかしそこにはまがいなりもまだ世界第2位の経済力を持つ日本に対し、そこから拠出されるであろう多額な開発費負担を当て込んでの政治的な判断との見方も多く、手放しで日本が喜べるか否かは判然としていないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。